近年、自分の時間を作るために注目される家事の時間短縮、時短。生活家電の普及とともに生活スタイルが変化している。料理の時短方法の代表選手といえば電子レンジ。その電子レンジ調理に欠かせないのがラップですが、あるコミュニティサイトでこのラップを使ったさまざまなアイデアレシピが投稿され話題を呼んでいます。オープンから1年ほどで登録者が1万人を超すコミュニティサイト、クレラップコミュニティ。食品ラップの大手ニュークレラップの株式会社クレハが運営する。始めた頃はあまり盛り上がらないのではないかと心配をしていたんですけれども、今では会員様同士で会話をしたりレシピを投稿したりなど大変盛り上がっているコミュニティになっております。株式会社クレハは日本で初めて食品用ラップフィルムを発売した会社。独創的な製品開発を強みに化学製品や樹脂などの製造・販売を行っている。こちらがニュークレラップです。まずはこの切りやすさ。このように手首を軽く返すだけでスッと切れてしまうこの切りやすさですよね。でこんなに切れやすいのに刃の部分はプラスチックでできているということで安全についても考えられているんですね。さらには角がこう丸くなっていたり滑り止めもついているのでしっかりと掴むことができる。このグリップ感もすごく安定しているんです。いろんな工夫がされているんですね。このクレハの独創性を凝縮したニュークレラップ、1989年から名前にニューが付けられている。常にニューというのはどういうことだろうか。私たちの一番大切なユーザーの方々が少しでも使いやすくなるようにと毎年、リニューアルを加え改良改善をしてきております。もうすでに18年間改良を加え延べ120箇所を超える改良点を加えてきております。これからも我々は毎年お客様の使い勝手を追求して改良し続けるぞと、そういう思いを込めてニューという言葉を名前に入れています。ニュークレラップは茨城県小美玉市と兵庫県丹波市の工場で生産されている。改良し進化し続けるという思いは生産の現場にも浸透している。お褒めの言葉をこうくれるお客様なんかもですね、毎年いらっしゃいまして、ちょっとそういったところのお手紙なんかをですね、こう机の前に貼っておいたりとかですね、そういったところを励みにしているのと、あとはやっぱりそういった使いにくかったっていうようなお客様もまだまだいらっしゃいますので、そういったところもですね、もっと改良して、喜んでいただきたいというところをエネルギーにして、改良を続けています。クレラップには本当にこうクレハさんのものづくりの思いというのが凝縮されている、詰まっているものなんですよね。はい、私どものですね、スローガンはなければ作ればなんですが、その、発端はですね、やっぱりこのクレラップの原料にあるんですね。はい、もう50年以上前の話でございますけども、この原料はポリ塩化ビニデンという樹脂なんですが、海外から私も技術導入しようとしたんですが、それが主に任せなくて、最終的に自社開発をしたというのがやっぱり、一つなければ作ればのやっぱり生き方をしようというふうに決めた発端なんですね。ですから私もの生き方を決めた素材がですね、このラップに使われているということなんでございます。はい、こういった皆さんに愛される製品を出していらっしゃるクレハさんですけども、今後はどういった展望をお考えですか。はい、新素材だけじゃなくてですね、やはりこのニュークレラップのように毎年毎年、改良を重ねていくという一つのですね、生き方プラスですね、新素材をやっぱり出していくというこの2つの大きな柱をですね、バランスよく噛み合わせながらですね、会社が発展していきたいなというふうに思います。ニュークレラップはクレハの独創性でキッチンを楽しくするため常に使いやすく進化しニューであり続けている。